第12レース1着となりました浅井康太選手です。1着おめでとうございます。今日も応援ありがとうございました。今日も大きな声援が届いたのではないですか。そうですね、やっぱり本命ということで、しっかり走れたと思っています。3連勝での決勝進出です。そうですね、今年に入ってから1着が多くて、前回は決勝戦で深谷君は抜けなかったんですけど、明日しっかり連携して、ワンツーを決めたいと思います。今日の準決勝振り返っていきたいと思うんですけれども、深谷選手の番手いかがだったですか。そうですね、やっぱり深谷君すごいダッシュで、いいスピードを持っているので、まずはそこが勝負だと思ってたし、深谷君ができてからは、自分の仕事をしっかりしようと思ってました。昨日の後ろとはどうでしたか。そうですね、やっぱりその、相手がすごい強いので、それ以上に深谷君が強いっていうのを実感しましたね。さあ、そしてしっかりライン1、2、3も決まりました。そうですね、なんとか、ラインでしっかり決まったのは嬉しいんですけど、最後ちょっと、危険だった行為があったので、しっかり内は締めすぎないように、心がけようと思っています。このピンピンピンでの勝ち上がり、足の感じも大丈夫ですかね。はい、足の感じはすごいいいので、明日は優勝を狙いたいと思います。初日にもう自転車の進みが本当によくって好調だとおっしゃってましたけれども。そうですね、なんか自分が自転車を漕いでるっていう感じじゃなくて、自転車を追いかけてるっていう感じがするので、本当に自転車が勝手に進んでますね。明日も楽しみです。では最後に応援してくださったお客様に一言お願いします。明日しっかり1着取って帰りたいと思います。応援お願いします。おめでとうございました。浅井康太選手でした。